はい、皆さんこんにちは、ゲームズナウシカノです。第1回ゲームズ杯、モンストソロプレイヤーナンバーワン決定戦開催するぞ。おー、500名以上の応募者から選ばれし強者たち、早速 A ブロックにエントリーされた4名をご紹介しましょう。エントリーナンバーワン、ハニカミ王子はモンストバカハッシー。せっかく選ばれたのでいい結果を残せるように頑張ります。エントリーナンバー2、頭の中は新参希望シャイなストライカー金字塔。あります、ね、勝ちたいです、ね、よろしくお願いします。エントリーナンバー3、プリンスオブストライカー降臨ボボボ。はい、絶対優勝します。エントリーナンバー4、ゲームウィズからの失格ゲームズのスピードスターシロー。もうゲームズだからとかもう遠慮せずに全力でぶつかっていきたいと思います。それではルール説明をいたします。勝利数が多かった各ブロックの1位が頂上決戦、各ブロックの2位が3位決定戦に進出、優勝者にはソロプレイヤー最強の称号が贈られます。はい、じゃあちょっとね、はい、まあ対戦前に、意気込み聞いてきましょうかね、はい、まず金字塔さん、はい、どうすか。お、ね、自信ないです。そうそう、はい、ない大丈夫。まあでもね、1回戦だよ。あの事前にね、あの伺ってたアンケートでもはい、はい、あの苦手なステージ、金字塔さんの、ね、苦手なステージが、うん、あの6人じゃんね、あーっていうことなんで、まあ、いきなりちょっとそうですね、いきなり予選でちょっと、まあ、来ちゃったと。ハッシーさん、はい、これどう？割と得意。おー、逆にですよね。あんな知り合いの。ちょっとね、あの、はいはい、そうそう、得意なせいじゃんの。はい、ああ、そうじゃ、ね、流だっつって。あ、でも事前、うん、事前にマンケット。そうそうそう。じゃあね、はい、まぁ、あ、ちょっともういきなり、うん、行っちゃいましょうかね。行きますか。はい。スタートしてからね、パーティーとかも紹介していきます。うん、はい、はい。じゃあ、掛け声とともに、はい、スタートしますんで。はい。お二人大丈夫ですか、準備は。ね、はい、はい、じゃあ行きます。1回戦モンスター IS プレイヤーナンバーワン決定戦ですね。はい、はい、じゃあ3、2、1、スタート。来たぞこれ。来ました。もう第1回戦だからね、うん、これね、ちょっとね楽しみだよ。本当にちょっとね、あの、あんまりね、出場なんか、ね、そうそう、ちょっとね、あの、うん、そうそうそう、はい、あ、じゃあ、ちょっとパーティーいいね。はい、はい、金藤さんの方からじゃあ行ってきますかね。はいはい、金藤さんの方は、うん、まあ、重心化した龍馬が入ってるんですよ、ね、うん、確かに新しい、うん、で加速枠に一応悟空が入ってるんで、人目がしのね、はい、はい、はい、おと、行って今どっちも違いますね、あれは、うん、そうですね、ハッシーさんの方が、はい、まあ得意だけど、これもう2手で抜けたと、おっと、今とかハッシーさん優勢、あ、でもプラス3秒で今、はい、金次郎さんも来ましたと。ここからはね、手順を見せてもらって、はいはいはい、もういかに早くバズリスクを倒すか、ね、反射でいくと、はい、ね、これ今のところ、来ましたよ、金次郎さんも来てますよこれ。来ましたよ、うん、おー、でもおっと、ゴーキーがゴーキーがいるよ、てかゴーキーっていいの。遅っ。いやいやいや、マジで、はい、でも、お、あ、でもいい感じですね。でもどっちもマジはどっちもあれしたと。はいはい、で次のマップがですね、左上にバジリスクが出現してるので、うん、はいはい、なるべくね、みんなカウントタイプ、はい、カーンと来てこれ。とりあえずアッシーさんが抜けたー。テンションの解説が合わないんですよ。待ってください。あ、でもいい感じっすね、全然。そうね、今両方いい感じですよ。苦手と言ってたわけには、これ銀次郎さん言ってますよ、割と、ね、かなり言ってる。いい、お、ちょっとアッシーさんがミスった感のアニメが出ましたよ。反射タイプがやっぱ入り込めない。ちょっと今確かにここプヨ多いですから、うん、反射の前立ち回りかなり大事。そうですね。で貫通タイプがね、しっかりしてますね。はいはいはい。プヨがだとタイミングで時間取られる。これ難しいね。真ん中だって、あのカチリンをいかに利用しね、はいはいはい、入っていく。ここお互いちょっと難しそうだが、そうですね、ただバジにダメージ与えるなこ苦手と言ってた金字塔。別にあまりプレッシャー与えないです。ああ、オッケー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 。でここでまあ大事なのが、まあ、突破陣ですね。突破陣の右下に、あ、うまい、おー、うまい、
さすがここで見せ て,、はいはい、てきたね。はいはいはい。おお、素晴らしいですね。こちらタロー、いやすごい、すごい、すごい、一戦からすごいな。一戦からも白熱する試合が繰り広げられてますね。確かに、はい、結構ね、2人ともあの珍しいキャラ、ラテンね、いや、見ないね、これ、うん、入ってるパーティーなんで、かなり面白い戦いになります、うん、え、すごい、すごい、いや、ほぼ、ほぼ一緒、互角、互角、うん、はい、今ちょうど互角で最初、はい、ラスト来た、はい、どっち、悟空いるじゃん、あっち、おっ、でもこっち後で使うよ、はいはいはい、アシさん後で使ったー、はい、あった、からの、いいよ、最初にピオンの勝利、そうね、確かに確かに、重要、フォーミングのダメージ、はい、フォーミングのね、時間が、はい、はい、おっ、おっ、卑弥呼行くと、おー、うまい、うまい、素晴らしい、アッシーか、これ見せたぞ、ただ、金城さん、悟空回ってくれば分かんないからね、これ、これはどっちだ、どっちじゃ、若干、大丈夫、ちょっと、これが、ここで見せるか、あー、ギリギリ、フィニッシュ、悟空打てば勝ちなのに、いいや、これね、いや、白熱してた、今。一回戦だよ。やばいっすね。大丈夫？え、大丈夫かな？俺やっていけるかな？レベル高いな。いや、すごい、レベルが。いや、じゃあすごいこれ。いや、今のはね、絶対できない。すごいっすね。はい、じゃあちょっと一回タイムのところでね、はい、じゃあ今のタイムを見てみますか。はいはいはい、はい、まあ、貢献度はね、誰かの一番大事だから、まあまあ、はい、すごいっすね、アバロンがね、しっかり仕事してる、はい、記録で、はい、じゃあここで勝利した方のね、タイムしか見えないんで、うん、今回はハッシーさんが、はいはいはい、3分2秒。いや、びっくりした、ね、そうですね。まあ、やっぱ得意ってね、はい、言ってるステージだけあって、ハッシーさんの、そうですね、やっぱりしっかりと立ち回って、ね、要所要所でね、うん、打ってた。うん、でも、金曽さんもね、見てる感じで、ね、やっぱ、苦手。でも、苦手って感じは全然しなかったね、うん、2人とも綺麗に立ち回りしてたんで。うん、2人ともね、2マップ目なの、左上のバジリスクにちょっと手こずっちゃったんで、タイムが若干金城さんもラストね、はい、孫悟空がもう少し早く回ってくればね、完璧でしたね、分かんなかった、あれは、ね、配置まではね、もう素晴らしい配置、ね、どっちも完璧だったね、はい、ハッシーさん、はい、今の気持ちはいやありきたりなのよ、聞き方がすごいミスって心臓バクバクやったんですけど、はいはい、うん、とりあえず勝ててよかったです、はい、おめでとうございます。はい、じゃあそれではね、 A リーグ第2回戦ちょっと意気込み伺ってまいりましょうか。ボーボーさんどうでしょう。はい、最初からシロさんが相手で緊張してるんですけど、頑張って勝ちたいと思います。お、いいですね、はいはいはい。で、六本木からお越しのシロさんでしたっけ。いや別に家六本木じゃないんで家六本木じゃないんで。どうですかね、はい、これモンさんとして。いやね、ちょっとね、動画慣れしてるからアドバンテージあるかなと思ったんですけど、ちょっとね、手の震えが止まんないです。大丈夫かな。やっぱ初戦落としたくないんで、ちょっとね、自分も全力で、はいはいはい、黙ってトークなし、ふざけなしで、はいはいはい、じゃあもう行きますか。はい、行きますか、はい、はい、じゃあ、お二人準備よろしいでしょうか。じゃあ、はい、3、2、1の掛け声でスタートします。3、2、1、スタート。はい、来ました。今回もね、ちょっと2人のパーティー気になるんで、まあ、解説しながらやっていきましょう。龍馬がどっちも入ってると神かですね。はい。で、まあ、卑弥呼が、これは白さんの入ってません。で、ただ第1手、これどう来るか。お、お互いちょっと第1手は違いますね。はい。で、4体残しは変わらず。で、2手目どうするこれ。お、どっちも抜けて、まず互角ですね。はい。あ、ただまあね、これは互角でしょう。はい。で、第2ステージ、これ動き気になりますね。まあ、お互いやっぱね、反射タイプで入っていくと、ちょっとボボボ選手の与えるダメージでかいぞ。白選手大丈夫かこれ。その俺にプレッシャー与えてる。さっき連れてきてたが、これを、まあでも入っていく。ただお互いね、おーこれはボーボーボーがこれ来たね。一応ボーボーボー選手ね、得意なステージでも苦手なステージでもないんですよね、この蛇竜は。で、まあ、カンカンゲーが好き、お好きだらしいんで、まあ、こうどっちかっていうとね、ちょっと貫通寄りなゲームになってはいると思うんですが、ちょっと実力垣間見せてきてますね。早くも
第3ステージもう、プヨリンを一掃あ一体残ってますね、ここうまいこと、カッチンを、利用して、バジリスクも倒していくって感じでしょうか。で白、選手の方は、今プヨリンを処理していく感じですかね。はい、でどうする。今のところやっぱここのやっぱね、バジリスカ上にいるところ結構苦戦しやすいステージです。はい、で抜けました。はい、互角でもここに並んできたのがやっぱさすがね白パイセンなんですが、来ましたね。はい、ラストここで、ただ白選手の配置がすごくいいですね、ひみこ。ただボーボーボー選手が多分ここでね見せてくれると思うんだが、ここでもフィニッシュよし見せてきたね、これ。いやー、危ねえ、めっちゃ緊張した。見せてきたねめっちゃ緊張した、震え止まんなかった。タイムね気になりますね、ちょっと見ましょうか。いや、追い上げてきたな、はい、早い早いよこれ来たね。いや、でも途中からずっと劣勢だったからマジびっくりした、ほんと。はい、と、シロさん、はい、2分3秒、どうでしょう今のお気持ち。いや、まあ自己ベストに届かなかったですけど、うん、まあね、ちょっと相手めっちゃ速くて途中までずっと劣勢だったんですよ、ね、で、まあ、結構ひみこの配置がねすごい綺麗にいったんで、はいはい、まあ、私勝ってよかったです、はいはい、いや、あのね追い上げはねちょっと僕もびっくりしました。自分もびっくりしました、うん、ボーボーさん、どう、はい、どうでした。いや、ちょっといけるかなと思ったんで悔しいですね。次頑張ります。はい、はい、はい、ではね、A リーグ第3回戦、はい、ハッシーさんとボボボさん、はい、どっちどっちか言いましょう、まずどっちの方が勝ちます。はい、ボボボさん、はい、もう負けられないんで、はい、頑張ります。はい、ハッシーさん、どうでしょう。さっきの勢いで勝ちたいと思います。お、確かに得意なね、セーフね、はいはい、じゃあ早速もう掛け声また行きますんで、はい、行きますか。3、2、1、スタート。来ましたね、3回戦来た、はい、もう3回戦だからね、ちょっとね、ね、うん、なんとなく勝手が皆さんから見えてきたと思うんですが、確かにね、はいはいはい、お、龍馬がこれ、ね、進化と神化で違うと、はいはいはい、そうですね、ゲージがない分ね、うん、意識せず打てる。で、1点目感じ5、はい、はい、どっち来るか、はい、お、お、これ結構やっぱ違う人多いね、最初の1点目に、はい、で、まあ2手でいくと理想なんですが、うまい、上手ですね、互角、はい、はいはい、これいいですね、まあ、うん、1ステージ目からも拮抗してる、ね、はいはいはい、で次が反射のね、そうそうそう、ここで結構ねタイム経過、そうそう、こっから分かれてくるね。おお、ここを飛ばしてくる、ハッシー見せたね、飛ばしてくる、マジ、はい、また豪気入ってるよ、はい、まあでもね、豪気はね、豪気は入ってますよ、まあ、豪気にその反応しなくていいんですよまだはい、まあでも全然まだ分かんないですからね、分かんない、そうそうそう、この後の問題ですからね、そう、あ、でもね、おお、早い、いい削り、ただまあね、箸がアドバンテージ生かして進むと、うん、はい、はい、はい、と、はい、これいけですね、ここで突破できるならまだ全然あります。ああ、はい、箸ちょっと入れなかった、はい、そうですね、ここもね、やっぱね、反射でいかに入れるか、そう、第3ちょっとやっぱね、やっぱり下りステージというか、うね、なかなかね、鬼門かなりの下り、はい、もう悟空をね、あ、もう悟空は行っちゃうと、はい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 、ここね、うん、やっぱ次のステージ、反射がいっとかないと、はいはい、最後もね、下りがち、おー、ね、おー、素晴らしい、おー、ちょっと、棒が来たよ、これ誰が来たのかも分からない、はい、あ、もうでもこっち、こあれ、お、いいですね、インフェルノ、はいはい、インフェルノが伝わんないと思う、あ、そうですね、でもいい判断だと思います、確かに、確かに、うん、ウォーミングでね、時間がこれまだ全然分かんないですね、ザコも残り具合、はい、あ、でも削ってく、お、でもここ見ますよ、はい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 、おー、すごい、おーおーおー、惜しい、どうする、いや、まだ分かんないね、まだ分かんないですね、まだ分かんない、ただ、僕はもう行ったと、はい、ラストステージ、はい、優勢、はい、
あ、でもここでね、はい、動きは見せる。まだ分かんない。この次のステージね。で、次が、なるほど、なるほど。お、いいですね。今のはい。はい、ただ、もうちょっとね、僕はバジリスク削り始めてますよ。はい。はい、うん、まあ。うまいっすね、うまいうまいっすね。安く入るね、みんな。これ大丈夫か、箸がでもここ急いでくれ。おー、フィニッシュ。素晴らしいね、今のは。すごい、いや、見せつけたね。はいはいはい、ちょっとタイム気になるよ、うん、これ気になるタイムは、うん、はい、いや、今のすごいですね、何に入れるもんなのね。はい、タイム出ました。出ましたね、はい、まあちょっとこの後ね、まあ攻撃見て、まあその後から 11% だったと、ちょっとね、残念だね。結構ね、サードを使う人は見ないけど、確かに、早いですね。来ました、はい、ボさんが2分26、14、早いですね、十分。おかしい、どうすか、これ連勝、うん、連勝じゃないですか。あ、連勝じゃないですか。失礼しました、失礼しました。はい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 、はいはいはい、どうです、今の気持ち。はい、あ、もうめっちゃ嬉しいです。おぉ、はい、やっぱね、はい、結構早いよね、これタイム。早いですね、うん、かなり。いつもやっぱみんなね、キミコとかもやっぱキラー持ちでね、固めるのに、うん、今回悟空でね、はいはい、話のアタッカーが一人少ないなって、はいはい、はい、素晴らしいね。じゃあ、次、はい、ね、ちょっといきましょうか。A リーグ、第4回戦目。4回戦。はい、大丈夫、後ろパイセン。はい、大丈夫です。はい、ちょっと緊張してるんじゃないかな、これ、はい。ちょっと面白くしようと思って。あ、はい、ありがとうございます。はい、金城さん、どうですか。もうさっき負けちゃったんで、負けられないんで、はい、なんとかしたいです。行きましょう。後ろパイセンは、あ、もう自分はね、僕からどんどん練習して。はい、じゃあ、はい、行きましょうか。はい、掛け声ともに参ります、はい、3、2、1、スタート。はい、まあ、蛇竜がね続くんで、そうですね、皆さんもともウォームアップというか、この弾くね、指の、温度とかも多分温まってね来たと思うんで、かなりiPhone とかのね、この画面に対して感度が多分良くなってきてると思うんですけど、はい、第1手目、金城さんね、アバロンで、シロさんが、両方ですね、はい、うん、金城さんは、まあ、孫悟空の、ね、加速に乗ってなるべく多くプヨを、倒すスタイルで、もう2手目でシロさんが抜けたと、はい、ただ、金城さんも、追いついてますね、はい、で、第2ステージ来ました。まあ、ここはね反射で入るんですが、おー、ここはねやっぱりね、この反射で、バジリスクのね弱点が出てる時にうまく挟まると、もうね今白、先輩が見せてくれたように、だいぶアドバンテージ取れますね。金城さんもここま、卑弥呼で今入ってこういう感じで、あ、行くか、まあ、ちょっとね残りましたけど、いい感じに追いついてます。ただ早いね、白さん。ちょっとね、結構ね今差がついてきてます、はい、で、今金字塔さんがこれ、ちょっとね、ブヨリン、カチリン、バジリスクちょっとまだ残ってて、削っていく段階で、はえ、もうそんな。もうそんな、え、さっきね、ちょっと目をねこう、金字塔さんのね画面の方に向けて解説してたうちにバジリスクがシロさんのはもういなくなってると。ただここからねまだねちょっとねわからないんでね、金城さんがどう追い上げてくるかも見ものだが、早いぞちょっとシロさんの方が結構。お、ただまあ、金城さんを抜けて、行くと。ただねちょっと、劣勢で46キロ差が今ついてる状況。ただここはシロさんね、右下に反射タイプ配置できてないので、下り用によってはほらね入れなかったパターンあるので、まだちょっとねいけそう、はい、なんで、まあ、ここはねちょっと金字塔さんにうまく雑魚処理、そうですね、プヨリン、削りながら、左上のバジリスクを削っていくパターンだが、お、ここでもうインフェルノ打っていく。はい、まあ、ここでねもう号令なんで、ほんと雑魚処理しつつ、こういういいところに豪輝がシロさんの方を配置できましたね。豪輝どう見せる、いったー、まだ分かんないっすよこれ。金城さんこれね、いいです、いい感じだぞ。
これまだわかんないぞ。カチリンはね、これなかなかね、いけない。おー、でも強引にね、出てった今ね、いい感じに戻ってきた。あいって、これはちょっとね、あーフィニッシュ。危ねえ、危ねえ。はい。まぁ、ちょっとね、シロさん、最初だいぶ早かったんですけど、はい、後半ね、最終ステージで結構な、ぐだつきを見せたんですが、はいはい、ちょっと金城さん、追いつけなかったと。まぁ、タイムちょっと見ていきましょうか。はい。2分46、35、ちょっとじゃあね、正式なタイム画面出る画面、まぁ、ちょっと待ってもらってね。シロさん、これどうでした？いやー、もう道中はね、1回戦同様にね、結構サクサクいったんですけど、はい、配置のタイミングがね、最終のところできなかったんで、そうだね、ちょっと今回ね、そこがね、ちょっと遅くなった理由、はいはい、まあ、無事勝って、はい、金次郎さん、どうでしょう、これ、次、ちょっと、はい、いきましょう、ただいま2分46と、はい。はい、はい、それではじゃあ5回戦ね、はい、続けてやっていこうと思います、うん、はい、じゃあ早速ね、インタビュー、はい、まあ、意気込みボボさんから、じゃあですか。はい、これ勝てばまだ決勝終わるんで、はい、頑張りたいと思います。そうですね、はい、今一勝いっぱいなんでね、はい、はい、金次郎さん、はい、どうでしょう。まあ、全敗は阻止したい。お、いいね、いいですね。はい、はい、じゃあ行きましょうか。行きますか。お願いします。はい、じゃあ開始します。32、1、スタート。はい、始まりました。これはね、ちょっとね、はい、そうそうそう、うん、まあ、ボボさんね、これをちょっと負けちゃうと、はいはいはい、化粧戦でね、うん、ちょっと怪しくなってくるの で、 そうです、ね、ちょっとね、負けられない戦い、はい、まさに、はい、はい、行きましょう、はい、まあ、化粧まで行けばね、熱鉄の風車もステージになりますんで、そうそうそう、得意なステージでできると、そう、はい、はい、じゃあ、パーティーは変わらずですね、はい、はい、お互い、まあ、初手大事なんで、ね、はい、そうですね、ね、はい、はい、やっぱりちょっと変わらずですね、うん、はい、まあ、金城さんはね、うん、加速のテクスタイルで、ね、右から行って、2手目で、じゃ早いぞこれ、ね、これもレアな、ね、これもちょっとね、もう、ね、慣れてる、うん、その最初のコースですね、来ましたね、はい、で、金城さんちょっとね、はいはい、3手目は反射になっちゃうとね、なかなかこういうより倒しづらくなるので、まあ、そうね、早い、うまいなあそこの反射でみんな入るね、はい、そうですね、しっかり上に止まれるか止まれないか、はい、ここで悟空の長所がいきます、ね、確かに、しかもここ真田、うん、早い、真田強いですね、強いね、うん、で、ここで、来ましたね、うん、金城さんが、第2ステージ突入しております。いい流れ、はい、うまい、はい、うまい、の処理は、ただ、ね、アバロンが、ね、足りないのか、はい、アバロン、なるほどね、はい、かつね、で、もうボボさん、バトル3突入、はい、これなるべくね、2マップ目でアドバンテージが取ってると3マップ目で、ね、確かに、あとは、うん、落ち着いて入る、うまい、うまいっすね、うまいし、これ削るな、ね、はいはいはい、で、金城さんも、ここ、ヒミコ、うまいこと入りたいですね、そこ。あ、うまい、素晴らしい。で、ダイさん、突然に言うと。はい、これは、ね、これまだわかんない、ね、はい。ちょっと、坊さんがね、ちょっと、はい、若干のグダスキーが、はいはいはい、出てるので。ただですね、3分違う。確かに。あ、もう、てか、なるほどね、はい。配置のために、しっかり配置してる、ね。してたと。はいはい。で、あと、悟空、そうだね。いや、ただこれちょっとね、じゃあ貯金とさんも、はい、見せてくれるんじゃないですか。でも、そうですね、はいはいはい、ヒミコ入りそうですね、はい、緊張したのは。あ、ただここで反射で処理したいですね。もうでもこれボーボーさんがもうこの流れ作ってきてるよ。でも、あ、うまいね、そんが弱点の位置に、弱点位置寄るが、来るか、あぁ来たか、これ、おぉ来たよ。あとはこれどうする、どうする、強っそれは強い、マジか、減るね、サードのいいところはやっぱ短距離勝ってたんだ。あ、この後も削る、フィニッシュ見せたね、勝ってきたね。いやー、そこをやっぱすごい冷静にね、配置ができるっていうのはね、素晴らしいですね。これタイムもちょっと気になるところです、はい、確かに、が、はい、227、はい、よし、はい、ボータン、これ勝ったね、はい、はい、勝ちました、はい、これで嬉しいっす、まだね、脈が、はい、まだ、つなぎ食べたね、はい、
はい。ギルさんちょっと残念です。どこでしょう。はい。まあしょうがない。あ、最初のね、一番目がね、ちょっとね、はいはい、アボンって結構やっぱ難しいキャラになりますので、結構リスクあるキャラになりますよね。はいはいはい、まあ、大丈夫です。これで終了。次第6回戦ですね。はいはい、はい、A ブロック最終戦ですが、シロさんからちょっと最後ね意気込み聞いてきましょう。はいはい、まあ今ね2勝できてるんで、うん、3回戦、まあ3バトル目も勝って、はい、まあ、全勝で決勝にストレートでと思います。はい、はい、じゃあね、橋井さん、はい、どうでしょう。ちょっとまあ今崖っぷちなのでお金勝ちたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。早速掛け声いきます。はい、3、2、1、スタート。はい、まあこれがね、A ブロック最後の、対決になるので、ちょっとねかなり見ものになります。はい、まあここまで、シロさんは、全勝でね来てるので、決勝戦の、いけるのは、濃厚なんですが、まあハッシーさんはねちょっとこの、一勝で、どうなるかが変わってきます。まあ1点目ね、ぴよりん、勝利多くしていきたいところです。ちょっとまあ互角ですね。はいはいはい、で、第2ステージがこれどうなるか。まあ3点目が、ハッシーさんが卑弥呼で、シロさんが豪気、これまあどのぐらい、お素晴らしい、これいいっす、これはすごい、どっちもすごいこれ見せてくるね最後に。で、ここでいかにまあねこの貫通で、処理できるかが肝になってくるが、ちょっとどっちも今プヨリンが一体残っていると。で、シロさんがアザゼルで処理からの、ハシさんもね、アザゼルで処理で、ちょっとシロさん優勢か。はい、で、卑弥呼の配置もいいぞ。ただ、まあ、豪気でも狙っていくと。はい、で、ここで、ハッシーさんも、間狙っていくが、ちょっと入れない。これ、白さん、卑弥呼、すごいいいんで、まあ、バジリスク、こうなるでしょう。で、おでも豪気が、ハッシーさんのも入りましたね。で、ここから多分ね、お互い、その、右下に、反射タイプを配置していくと思うんですが、まあ、ここでちょっとどういうぐだりになるか見ものですね。今んとこまだシロさんも配置はそこできてないんで、プヨリンをね処理しつつ、やってます。なんでその間にうまいことハッシーさんがまだ詰めれる余裕はあるかな。あ、うまいねシロさん、豪気がいい感じに、まあ、同得なんでね、豪気は配置しやすいのはやっぱあるかもしれないですね。はい、ただ残っていって、これどうする、ちょっとバジが残ってるのか、足さんのが、これがただ下がりながら降りてって、配置がちょっと、微妙だが、足さんも最終ステージ切ったと。これはできればシロさんが豪気を回るまでになんとか詰めたいが、ここでもうねインフェルノ打っちゃいますと。はい、でこれで豪気を動かしたパターン、動かしてよかったのか大丈夫か。ここでハシさんもインフェルノ打っていくと、大丈夫か、これわかんないぞ、これわかんないぞ、これうまいこと卑弥呼来るんじゃないか、大丈夫これ、あうまいね、入ってきて、まあ、ショウさんがちょっと削ってきた額でも大丈夫か。あー豪気惜しかったね今ハシさんの豪気が、ただまだちょっとねこれシロさんもちょっとぐだついてるんだが、あーあぶねー危ねー、はい、まあもうタイマーちょっとね見るまでもないかもしれませんが、 A ブロック1位シエロ、いやーやりました。あはい、で今までその今2回戦やってて、うん、一番グだったんで、ちょっとね決勝で同じことやらないように、はい、頑張ります。はい、じゃあまあA ブロックね、
これで全て終了で1位通過白。ありがとうございます。で、2位がボー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 1個多かった気がする。ボー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 はい、続いては B ブロックの戦いです。